はい、どうも。今日は、これを食べたいと思います。じゃじゃん、カルビーポテトチップス贅沢ショコラ期間限定、これです。これはロイズ特製チョコ仕立て。ロイズっていうのはね、なんかここに書いてあるんですけど、読みますね。ロイズは1983年に創業した北海道のチョコレートメーカーで、2000種類を超える多様なチョコレートやお菓子を作っています。中でも代表格のロイズ生チョコレートは、選び抜いたチョコレートと北海道の生クリームが生み出す滑らかさが特徴で、北海道のお土産としても不動の人気商品となっています、となってます。このね、なんとも想像できないようなちょっと味なんで、これは当たり外れあるんじゃないかなと思ったんで、期間限定ってこともあってちょっと食べてみたいと思います。ちょっと食べてちょっと味感想を言ってみたいと思います。はい、じゃあ早速開けていきます。おお、チョコレートコーティングされてますよ。ほら、ポテトチップスがチョコレートでコーティングされてます。じゃあいただきます。あー、うん、なんだろう、確かに甘じょっぱい感じですね。うん、甘じょっぱくてすごく甘さがやっぱ上ですね。甘い方が勝ってるけども、ほんのりしょっぱいって感じで、ちょっと、うん、美味しいです、すごく。うん、ハマりますね、これは。ハマっちゃう味。ただ好き嫌いは結構分かれそうな感じがしますね。僕はちょっとそんなに、やっぱりチョコレートはチョコレートで食べたいっていうか、ポテトチップスと合わせるのはちょっと違うかなとやっぱり思いましたね。ちょっと意見ひっくり返っちゃいましたけど、美味しかった。なんだろう、酢豚にパイナップルみたいな、そういうのあんまり合わない的な感じじゃないですか。そういう感じですよ、要は。そういう感じなんです。うん、なんでやっぱりこれはちょっと好き嫌い分かれそうですね。というわけで今日はここまで。グッバイ。